いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2012年モデル BMW M3 クーペ MDCT を紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントにしたスリップフロント複数箇所 フロントガラス複数箇所に飛び石右ドア右ドアエッジ左サイドスカート左右フロントアルミホイルに傷左ドアリアバンパーに線傷右リアフェンダーにへこみがございます。 走行距離に関しましては約2万9千キロ走ってるお車です外装色はアルピンホワイトインテリアはブラックレザーが採用されております BMW3 シリーズクーペをベースに M 専用チューニング専用装備が施されたハイパフォーマンスモデル M3 クーペでございますまた高い走行性能はもちろんのこと 純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーターが備わっておりますので快適性もしっかりと加工された一台となっておりますヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンは4リッター V 型8気筒の NA エンジンが搭載されており最高出力は420馬力を誇ります また足元に関しましては、純正の19インチアルミホイールが装着されておりますので、足元からもスポーティーな印象を受けるお車となっております。続きましてリア、紹介させていただきます。リア周りに関しましても、トランクリッドスポイラーや4本出しのマフラーが装備されており、リア周りからもスポーティーな印象を受けるお車となっております。 合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。クーペスタイルのお車ではございますが、トランクスペース広々と加工された1台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと、 長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア、紹介させていただきます。インテリアに関しましては、ブラックレザーが採用されており、運転席側のランバー部分に使用感がございます。では、エンジンを始動します。 ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの主張も可能です。 またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができますシフトに関しましては7速の MDCT シフトが採用されております走行モードに関しましてはパワーモードが用意されておりますまたサスペンションに関しましても3段階での変更が可能となっております フロント両席にはシートヒーターが完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブが可能です最後に気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いとはいたしません今回は2012年モデル BMWM3 クーペ MDCT を紹介させていただきましたこちらのお車は走行距離 約2万9千キロと低走行滑車両コンディションも良好な1台となっておりますまた高い走行性能はもちろんのこと純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーターをはじめとする快適装備もしっかりと施された1台ですお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします